全然豆じゃない。サンドイッチなんて料理って呼ばないよ。まあどら焼きとかでもよかったんだけどさ、たまにはサンドでも食べるかなと思って。けど和葉ちゃんよく太らないね。私って多分太らない体質だから。いいの？通りさんの方がずっとプロポーションいいよ。そんな和葉ちゃん舐めるような視線、エクサイってやつ。けどさ、太りはしなくても知らないうちに糖尿病にかかってるかもよ。嫌なこと言うな。ロシア美人だって若い時は妖精みたいなのに、年取るともう。私ロシア人じゃないし、美人ってところは否定しないと。どうかした？なんか今日はむっつりしてない？むっつり？スケベ？黙り込んでるってことだけど。ああ、確かに。うっそ、そんな真面目だったの？まあ真面目は真面目だと思うけどさ、でもちょっと知らなかった。
じっと見つめてるから食べたいのかなって。じゃあ、はい。間接キッス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 。キツレ。図書委員行く？わかった。じゃあね。お疲れ様。図書委員行かないの？そうなんだ。それじゃあ一緒に帰れないね。それじゃあバイバイ。フライングクロスチョップ。驚かせてあげようと思って。寒いから体動かすんだよ。私寒いの苦手だもん。帰るんでしょ？一緒に帰ろう。またお見舞い？私ついて行ったらダメ？残念。じゃあ帰るね。バイバイ。よう。またマージについてかな。それは。君もどうかな。そうだったか。話を通すこと自体は可能だが、詳しい相談内容は話はしないと思うが。わかった。では6時過ぎにまた来なさい。こんばんは。こちらが三枝先生だ。じゃ、私はこれで。麻生先生から名前を聞いてすぐに分かったわ。国見くん、和葉ちゃんのボーイフレンドの京介くんでしょ？友達ね。
カズハちゃんからすると単なる友達とはいかないみたいだけど。これはカウンセリングからは離れたただの雑談から感じ取ったことなんだけどね。話題の中に京介くんが出てくると妙に嬉しそうになるもんだから。カウンセラーじゃなくてもすぐにピンとくるわよ、あれは。それで京介くん的にはどうなの？失礼、頻繁に聞かされるものだからなんだか初対面の気がしなくて。それはもういろいろと昔のことも含めてね。それはそうでしょうよ、カズハちゃんあんなに可愛いんだから。曖昧ね。大丈夫、職業柄口は固いから。それはね、クライアント、つまり一般に言う患者さんに対しての最低限の約束事だし。それは麻生先生からも伺いました。それで話って？実を言うと知っていたの。双子のもう一人の双葉ちゃんに連絡を取ってね。どういうこと？それはね、ちょっと複雑な問題を含んでいるから。うん、知ってる。もう少し経てば。話はこんなところ。一つ聞いてもいいかな、カズハちゃん。どう、京介くんの目から見て。京介くんのこと本当に好きそうに見える？必要なことなの。できたら正直なところを聞かせてくれないかな。絶対にここだけの話にするから。
そう。わかった。ありがとう。頑張りなさいな、少年。いらっしゃいませ。あ、京介ちゃん。なんだ、どうしたの。座って座って。そっちの方がいいかも。平気平気、その分ケーキの売り上げでカバーしてるはずだし。気にしない気にしない。でも食べる？珍しく売れ残りがあるからおごってあげるよ。どうぞ。